バーレはブラジルの総合資源開発企業である。本社はリオデジャネイロに所在している。ブラジルを代表する民間企業。かつてはリオドセと呼ばれていた。主力商品は鉄鉱石であり、鉄鉱石の生産、販売のシェアは35%で世界一である。バーレとリオティントと BHP グループの鉄鉱石三大メジャーで、 世界の鉄鉱石輸出の約80%を占める。鉄鉱石を除いて採掘しているものは、ニッケル、ボーキサイト、銅、金、マンガン、炭酸カリウムなどである。2001年の生産量を以下に述べる。鉄鉱石生産量は1億2200万トン。主要鉱山は、規模の順に、北部のパラーシュカラジャス、南部のミナスジェライス州のイタビラとサミトリである。 この三つで同社の生産量の約90%を占める。貿易サイトの生産量は1070万トン、マンガン170万トン、金は1.6トンである。保有鉄鋼産における2001年時点の推定埋蔵量は39億9000万トン。2001年の売上高は、米ドル換算で39億9000万ドル。鉄道、海運、発電も手掛ける。 バーレを支えるカラジャス鉱山。バーレは露天掘りで鉄鉱石の採掘に当たっている。バーレドリオドセが設立されたのは1942年6月1日のことである。設立された場所はミナスジェライス州の板平であった。翌年にはビトーリアミナス鉄道が開通している。7年後にはリオドセはブラジルの鉄鉱石の輸出の80%を 責任として課せられるようになった。1966年には、エスピリトサント州に、ビトリア近郊に、トゥバラン港を開港し、リオードセの重要な輸出港に発展した。カラジャス鉱山の採掘が始まったのは1970年のことであり、1974年には、リオードセは、世界最大の鉄鉱石輸出業者の地位に立つこととなった。その地位は、 現在も揺らいでいない。リオドセが鉄鉱石以外の産品の産出の多様化を図ったのは1982年のリオデジャネイロ州におけるアルミナの生産からである。リオドセの70年近い企業活動によって活動範囲はブラジルの北東部、中西部、北部へと広がると同時に産出される産品は多様化し輸送網が整備された。リオドセが カラジャス鉱山の生産を本格化させたのは、1985年にカラジャス鉄道が開通した以降であり、1986年にはカラジャス鉱山から産出される鉄鉱石を輸出する港として、マラニョン州にマデーラ港を開港させた。1997年5月6日、リオドセは国営企業から一市企業に転換した。その決定に対して、 一部の政治家からは反対の意見が上がった。その後のニオドセはボベスパに上場し、さらにはニューヨーク証券取引所にも外国予託証券という形式で上場を達成した。2000年から2006年にかけてバーレは参家の鉄道に対して13億ドルを投資し、361両以上の機関車と約14,090両の貨車を購入した。 機関車は原則として鉄鉱石輸送に使用されるが一部の通常貨物の輸送にも使用される。一部の機関車は中古のものを更新したものであるが55両以上は新車でエレクトロモーティブディーゼルの SD70M 型であった。1両あたり200万ドルである。これらの投資の後、バーでは 合計800両以上もの機関車と3万5000両以上の貨車を保有することになった。しかし、今後は、鉄道車両への投資を減少させる方針である。バーレは3つの鉄道会社を参加に持つ。フェロビアチェントロ、アッテランティカビトリア A、ミナス・レイール・ローズ・バーレ社は、ミナス・ジェライス州で採掘を行い交際ダムを設置してきたが、2015年11月5日、 2019年1月25日に、それぞれダムが決壊。下流域で多数の死者を出すとともに流出した交際により、河川環境を著しく悪化させた。ブラジル政府は、2回目のダム決壊の直後、災害対策に充てるために、バーレ社の資産60億レアルを差し押さえるとともに、2億5000万レアルの罰金を課している。また、情報開示を進めるため、 同年2月には、年間3000万トンの鉄鉱石を採掘するブルクツ、鉱山の稼働を停止させる措置も取られている詳細は、ブルマジーニョオコーダム決壊事故を参照。ありがとうございます。